これあれじゃない？おばあちゃんやない？ほら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 、おばあちゃんや。あのおばあちゃんやろ、これ。城の飾りとして使いよん？でもさ、ご飯も用意してくれずにお金も大してって言うんやったら別にあそこにおる必要なくね？働く必要もなくね？そんなことない？働きようならお金ぐらい大量にくれていいよね。マヤ。神父殿が言っていた通りじゃな。神は妹と一緒にバイキングの手下として苦しい生活を続けておったようじゃ。妹の名前はマヤと言っておったか。神と彼女はこの風穴の中で暮らしておったようじゃが。あゆなよ。再び大樹の根を調べてみるのじゃ。神の過去の続きが見られるかもしれん。同じところで続きが見れるんか。はい。多分黄金にされた瞬間ぐらいまで記憶あったはずよね。わあ、おかえり兄貴。ん？これは何？首飾り？兄貴、髪飾り？今日の航海でたまたま見つけたんだ。今日はお前の誕生日だからな。そのプレゼントというか。おめでとう、マヤ。はあ？何このしょぼい首飾り。兄貴さ、俺の誕生日を祝うならもうちょっと頑張れよ。そうそう、こないだ噂で聞いたレッドオーブってのが欲しいな。デルカダール王国に伝わる秘宝なんだってさ。これでオーブを探しよったんか。出会った時なんかオーブ持っとったよね。それレッドオーブやった？別の色やったっけ？この首飾りには違和感があってな。身につけた人間に次から次へと金銀財宝をもたらすんだとよ。嘘くさい話だが、お前みたいな欲張りにはお似合いだろ。だから今はそれで我慢を。金に変わった。お前どうしたんだそれ。あれか、あの首飾りつけて触ったものが金になるってこと？あれのせいで金になったんやねん。兄貴、これ俺どうかを磨こうと触ったら。あれのせい？プレゼントの。最悪やん。はあ、何も触れんやんね、だって。すごい、マジなんだ。すごい、すごいよ。何でも金に変えられちゃうんだ。この首飾り外したら大丈夫とかいうこともないのかな。呪い？やりすぎて自分の体が金になったんやったっけ。そうだ、俺があいつに。神と妹のマヤ殿は不器用ながらもお互いのことを家族として大切に思っておったようじゃな。それにしても物を黄金に変える首飾りとは何やら気になるの。あいなよ。再び大樹の根を調べてみるのじゃ。神の過去の続きが見られるかもしれん。一気に見せろよ。なんでそんなもったいぶった感じ？なんかあれやない、その、要はやりすぎて、なんかリバウンド的な感じで来たってことやない、自分の体に。また増えたな。よしし、どうしたんだよ、兄貴。しけた顔しちゃって。黄金、ちょびっとだけ分けてあげようか？なんか、いい思いした代償的な。こいつでいいかな。生き物まで。なんだよこれは。あれ、こんな小さいのじゃ嫌ってわけ。さすがは俺の兄貴、案外欲張り。シリカ、いい加減にしろって言ってんだ。
うるさいな、びっくりするだろ。そんな急に大声出さなくても。物やったらいいけど、さすがに動物はなっていうことじゃないかもしれんけど。だってあれ元に戻せんのやろきっと。分かったよ、ちょっと調子に乗っただけじゃん。だからそのそんな怖い顔やめろよ。悪かった、俺もカッとなっちまったけどな。はいはい、分かったよ。首飾りの力はしばらく使わない。多分外したけんどうとかいうことじゃないんや。 あ、そもそも外れん感じ。うん、え、なんで。ほら、教会に行って呪いといてもらわんといかんやつやったそれ。どうしたんだ。あ、そのなんかね、パワーアップはさせてもらえるけど外せんっていう。そしてちょっとずつ自分の体にダメージが。首飾り外れなくなっちゃった。はあ、そんなバカな。嘘じゃないってば、本当に。くそ、なんだこれ、俺何もしてないのに。黄金に変えれば変えるほどなんか力を蓄えていきよったよね、あいつが。あんな簡単に砕けるんだ。首飾りの力が暴走してるっていうのか。やだやだ、なんで俺の体が金に。マヤ、くそ、どうすりゃいい。この力を今のキラーゴルドかなんかを扱いよるってことやね。え、でもこれってどう、首飾りも一緒に金になったってこと。兄貴、兄、お兄ちゃん。なんで手取るのにそんなスローモーションになる必要があるの。え、同じ地面に立っとるよね。何、強風でも吹きよる。ちょっとよくわからんねんけど。え、で、さっきの確実に、これが、え、でもあれか、足元普通に黄金か。じゃあ別に壊れて、粉々になったのがあそこに散らばっとるわけではないって感じ？もうこれで完璧に記憶戻ったんやない。いや、でもまだ私たちとの出会いのところまでは行ってないよね、記憶。大丈夫。あれ、おらん。ここやったね、さっき立っとったの。どうなんこれ、崩されたってこと。妹、マヤを失って俺は逃げるように旅に出た。全部俺のせいだったんだ。いや、でもさ、あれは死んだとは判断できんくない？置いていって誰かに崩されるかもって思ったら持っとった方がいいよね。そんな重さじゃ、そんな軽さじゃないんかもしれんけど。旅の途中調べていて分かった。あいつに送ったのは誕生日の祝いどころか呪われたアイテムだったんだ。で、一応手元に置いとったらさ、そのうちなんかその呪いを解く方法とか見つかるかもしれんやん。自分の犯した過ちから逃げたくて、忘れたくて、あちこちでやけになった。気づけば一発の盗賊さ。そんな時だった、預言者と名乗るやつに言われたんだ。あ、なんか喋り方元に戻っとるね、いつの間にやら。めっちゃ普通に聞きよったけど。伝説の宝珠を集め、いずれ地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすれば
お前の食材も果たされるだろう。さっきまでのなよなよじゃなくなった。最初は信じちゃいなかった。うさんくせえのはもうコリゴリだったしな。けれどその予言通り、俺はお前と記憶が元に戻っている勇者と出会った。おお、カミュー、お主記憶が。すまねえじいさん。それにみんなもずいぶん迷惑かけたみたいだな。てか最後にここに来たのがあのシーンやったんやろ。今ここに妹の像がないことについてはどう思った？予言者の言う食材ってのが何かは知らねえっていうのを受け止めとるわけ。お前たちと旅を続けるうち、その予言は信じられそうな気がしたんだ。お前も見たんだろ、この場所に黄金になった俺の妹がいたはずなんだ。今この辺りには黄金を集めてるキラゴルドとかいう魔物がいるんだってな。おそらくそいつの仕業だろ。壊されたんじゃなくてそこに収集されたっていう考え。捕まってた時に魔物どもの話を聞いたんだが、ここから北に連中の居城があるらしい。乗り込んでマヤを取り戻してやれ。黄金像になったクレイモランの人たちも助けなきゃいけないし、今回のそれと一緒にでしょ。呪いが解けるってことやんね。ありがとう。どうか俺も一緒に戦わせてくれ。さっきのは何年前の話？神父さんが言った5年ぐらい前の話？じゃあ5年ぶりに死んだかもしれんと思っとった妹と再会できるわけやね。記憶が戻ったことで神のスキルパネルが元に戻った。ってことはこれで神が戦闘に参加できるようになったわけやね。よかったよかった。よかったよかった。もうずっと使い物にならん感じやったけんね。これさっきの記憶に映っとったやつらかな。やつら。映っとった装飾品たちかな。こっち向いていったら戻っていけるんかな。え？てか、どこに向かえばいいって？城の北って言った？城の北？洞窟の北？ね、ここ人の、これは人じゃないん。これは元からこういう飾りっぽいな、多分。あんな女神様みたいな人おらんよね。え、これは？いや、これも多分、元からそういう飾り物やな。さすがにここには人はおらんっていうことか。全員城に連れて行かれたんかな？こっちか。クレイモラン地方にある黄金城。ああ、あれか、黄金城。ふんふんふん。え？待って。この洞窟の先やん。戻ってったらいかんやん。ねえ、なんかめちゃくちゃ戻って行きよるけど。この洞窟を抜けた先、向こう側に通り抜けれるんやね。なるほど、なるほど。めちゃくちゃ正反対の方向を向かっていきよった。めっちゃあのクレイモラン城の方に、あれやん！戻っていきよったわ。んでさっきのがここやろ？ここ通り抜けれるってことかな。え、それとも別？いや、別じゃないね。ここやね。ここを向こう側に抜けれると。あ、ほんとや。めっちゃすぐそこやん。めちゃくちゃすぐそこやん。どうした？うわぁ、もう城自体がめちゃくちゃ。でもさ、あれよね。ここまで全部全部マッキンキンやったらさ、逆になんか嘘っぽくない？偽物っぽい感じ、安物っぽい感じにしかならんよね。さあ、みんなを奪い返そう。ふわー、めちゃくちゃ金。すっごい踏みしめよるけど大丈夫？黄金城にいるキラゴルドを倒そう。上に上がっていくんかな。さすがに1階の奥とかにおらん。これ絶対復活するやつやろ。確実に近づいたらさ、ガシャガシャガシャっ
って組み立っていくタイプの敵やろう。もう何をどこに向かえばいいのかしら。なんかあれよね、なんか目的の、なんかスロットあるよ、こんなとこに。あの、目的の方向だけでいいけんさ、マップ見たときになんか、正しい道順だけはなんかね、矢印の色を変えたりとかしていただきたいんやけど、これぐるぐる回ってね、私。あ、でも一応違う場所に出てきたんかな。この辺って、何も関係なかったっけ？撃ったよね、今。私がなんか押したんかな。一応これは奥へ、奥へ向かい寄る。これも絶対立ち上がるタイプのやつ。この無駄な空間いる？ちっこい。え、これあれじゃない？おばあちゃんやない？ほら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 、おばあちゃんや。あのおばあちゃんやろ、これ。城の飾りとして使いよん？え、そのために持ってったん？マジかよ。そんなことのために持ってったんかよ。え、これあれかな？え、違うよね。この真ん中の部分じゃないよね、さすがに。え、真ん中の部分かな？多分あの辺に飾られとるやつも、城下町におった人らなんやろうな。目的地がわからねえんだが。え、ここやって、きっと。ふぅ。ほら。はい、来たー。あ！あ、そっか。これ、ボス自体がか。これは記憶とかちゃんとしとんやっけ？ちゃんとしとる上で利用されとんやった？操られとんやったっけ？マヤ、ダサくて貧乏くさい名前。今はキラゴルドって呼んでよ、クソ兄貴。マヤ、まさかお前が？そうだよ。黄金病を撒き散らしているのも、人間どもから宝を徴収してるのも、全部この俺、キラゴルド様の仕業さ。操られとんか？緊張しちゃって。そんなにビビるなよ、クソ兄貴。けなげな妹らしく、これでも気を使ったんだぜ。おとなしく黄金兵どもに捕まってれば、ペットにして死にたくなるほど可愛がってやろうと思ったのに。操られとんじゃないとしたら、ね、昔の復讐とはいえ、性格ひん曲がりすぎとるよね。お前が俺を恨むのはわかる。俺のことなら好きにすればいい。だがなぜこんな。めんどくさいやつ。まあいいや、特別に教えてあげる。あれやろ、その心の闇の部分につけ込まれて操られとる系やろ。大樹が落ちたあの日、俺の身に起こった魔王の奇跡ってやつを。ホメロスとかと同じパターンってことやろう、きっと。まあでもあれどうかな、操られとる元からああいう人とも言える気はするけど。哀れなものよ、貧しさに苦しめられ、愚かな人間どもに虐げられ、あげく兄にまで見捨てられたか。だが、この復讐心を利用されとるってことよね。欲望と絶望と孤独こそ、この闇が支配する世界にはふさわしい。で、これを倒すことによって解放すると、ウルルノーマ、この新たなるロトゼタシアの支配者が貴様に
戯れの力を授けてくれよ。でもとりあえずこれで体は元に戻ったんや。じゃああとは、まあ、倒して洗脳を解くだけやね。ウルノーグ自体が入っとるわけではないよね、別に。体の中に。ああ、動物たちが。魔王ウルノーグ、あんなクソ野郎が。ってことは、ウルノーグが、この世界のあのバイキングたちもモンスターにした感じか。結局俺を助けてくれなかった。でもいいんだ、ウルノーガ様のおかげで俺はこうして復活できた。今や黄金化の力も思いのままさ。あのバイキングどもを手駒に変えたように、今度は俺がこの力で世界中のやつらをこき作ってやるんだ。やっぱり黄金兵どもはお前か。それがお前の今の望みなのか。魔王の配下になって、そんなことが。今さら説教しようっての、ほんとバカなクソ兄貴。これってこの携帯というか、これのまんま戦闘するんやっけ。なんか変身する。あ、したな。したな。でもこの姿やったらあれやん、もう妹の、この5年間妹の感じかけらもないけん大丈夫じゃない。やっつけよう。俺が生き残ってしまった意味、やるべきことを。マヤ、お前がそんな姿になったのも、全ての原因は俺にある。ならここでお前を倒すことが俺に課せられた贖罪だ。クソ兄貴と雑魚勇者どもが偉そうに正義のヒーロー気取り、俺さえ救ってくれなかったやつらが今さら。これ倒した後どうなるんやった。普通に救われるんやっけ。クソクソバカな兄貴も勇者もみんな黄金にしてやれよ。でもあれやね、変身後の姿も若干ちょっとかっこいい感じやね。女の子って感じやね、自信もないけど。やるぞ。なんかさ、めっちゃ神話しよったけど、全然戦闘に参加してないんよね。全くもって戦闘メンバーに入ってないんよね。なんか怒られた。手を抜くなって言われたけど。相手の体力どんなもん。みんな。あ、待って、これあれやねん、連携使えるんやねん。ちょっとバイキルトはやめていただけないかしら。ほとばしる。待って、金の塊になっとるやん。無理やん。ちょっとお前のこれ自然に待つしかないかなとけど。ちょっと雑魚呼ばないでくれます。あ、溶けた。ヤディウォルノ負けないわよ。パワーアップよ。お、バイキルトありがとう。さあ、ビールが良いぞ。相手の体力がね、ちょっと可視化できればいいんやけどね。今助けるぞ。あがす。バイキルト。お、やっつけたやん。やったわ。やっつけたやん、普通に。思ったより早かったね。さあ、これでちゃんと救われてくれるかい。え、なんか首が取れてそこから現れたんやけど。え、変身しとったんじゃなくて着ぐるみみたいな感じ。ロボットみたいな感じ。なに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 、まだ終わってない。なに、第二形態とか来る。
やめてよ。そういうなんかパワーアップしてそのまま2連続とかいらんよ。いかん、完全に力が暴走しておる。このままでは黄金病の呪いがとどまることなく広がりかねんぞ。今なら妹助けれるんやない。助けれるのかな。無理か。これ以上俺のせいでお前に罪を背負わせるわけにはいかない。マヤ、お前は俺が。あ、もうストーリー上で言ってくれる感じですか。お兄ちゃん。行け行け。ほう？あ、これやっぱりあれか？2回目の戦闘突入しそうな気配ですかな。神は悲痛な面持ちで武器を構えている。どうやら暴走するキラゴルドに対してとどめを刺すべく駆け出そうとしているようだ。神を止めますか？止める？止めよう。きっとどうにかできるやろう。お兄ちゃん。今の選択肢で救える救えんが決まってくるんやないか。知らんけど。すまない、やっぱり俺はマヤを助けたい。あいつは俺の妹なんだ。まあずっと死んどると思っとったみたいやけどね。あ、戦闘来る。え、コン大丈夫？あ、もうその紋章でちゃってやっつけてくれる？いけいけ、引っぺがせ。バリア。このままじゃ兄貴が。あ、黄金なりよるけど。あ、黄金になりよるよ。止まらん止まらん。え、マヤを助ける代わりに神が黄金になるパターンとかじゃないよね別に。マヤ、兄貴と一緒にいたい。喧嘩して笑って。ここは今力持ってやったら戻せるんやねん。そんなろくでもない毎日に比べたら貧しいのなんてなんでもない。寒いのもひもじいのも我慢できる。だから黄金なんてもういらない。あ、呪いが解ける。砕けたけど大丈夫？元には戻せる？あ、戻った戻った。よしし、まったく、バカ兄貴のせいで、またあの状態から戻って、即妹抱えとるってめちゃくちゃ。反射神経が素晴らしいね。家族やけん素早さはね、あるんかな。生きとるよね。無事っぽい。じゃ、これで町の人たちも戻ったか。飾られとる人たち。めっちゃ嫌よね、なんかあんなとこで目覚めるの。動物たちとか持ち帰るのもめんどくさそう。陣地を超えた力を使った反動ですね。完全に体力が回復するまではしばらく目を覚ますことはないでしょう。ですが命に別状はありません。およかったよかった。いずれ必ず意識を取り戻しますよ。え、これでさ、神を仲間抜けたりする？また
違うさ、なんかトントントンって全然関係なく話進んでいきよるけどさ、リーズレッドはさっきキラゴルドを倒した時に手に入れたこのオーブは出してもらえたかな。お前に渡しておくぜ。アユノはイエローオーブを受け取った。伝説の宝珠を集め、死の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の食材も果たされるだろう。最初の出会い地の底やったんやっけ。予言は本当だったってことか。さて行こうぜ。マヤはここに預けておけばひとまず安心だ。おお、よかったよかった、一緒に来てくれるね。あいつのためにも俺は新たな旅に出る。そう、お前と一緒に魔王を倒す旅にな。よろしく頼むぜ相棒。妹のマヤを救ったことで神のスキルパネルが新たに解放された。記憶が戻っただけじゃなくてそっちも。食材を見届けし者、マヤを救い出し神の食材の旅の終わりを見届けて勇者に贈られる称号を。じゃあこれからはまた別の旅になるわけやね。あー、ちゃんと人がいっぱい溢れ返ってるわ。あ、びっくりした。ね、平和になってよかったよかった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、なんかめっちゃ今思ったんやけど、個人的にはさ、ダンジョン行って、ボス倒して、その後、街まで戻ってくるのが、ストーリー上っていうのがいいね。手動で戻ってくるのめんどくさすぎるけんね。